Hey, what's up? サンタです。今回はですね、ちょっとね、トークを長めにしたいと思います。It's fantastic. はい、といったことで、始まりましたサンタスティック TV でございます。今回はですね、ちょっとね、昔からやろうと思ってたんですけど、ちょっとダラダラなんかフリーに喋ってみたいと思いますんで、なんかね、仕事を、やられてる方とか、仕事をしながら、聞いていただけると嬉しいです。あと、通勤途中の方とか、なんかしながら聞いていただけたらちょうどいいかと思います。でね、何の話をねしていこうかなと、思ってたんですが、まずはですね、スター・ウォーズのね9作目、スカイウォーカーの夜明けっていうんですかね、42年間やってたスター・ウォーズがついにこのエピソード9で、完結、一旦するっていうことで、2022年にはまた新3部作が始まるっていうアナウンスがもうされてると思うんで、延々に続いていくとは思うんですけど、でまたアメリカだとディズニープラスっていうんですけど、マンダロリアンっていうのがね、初めての実写の、テレビドラマがスターウォーズのやつが始まって、これがすごい面白いんですよね。で日本だとなんかディズニープラスのことをディズニーデラックスっていうみたいですけどね。で日本でもマンダロリアンが始まったっていうことで、楽しくマンダロリアン見ております。でね、スター・ウォーズはね、もう本当に僕が小学校6年生の時かな、なんか親に連れてってもらって、銀座の日劇ってとこかな、もう一番絵的にこう1977年のスター・ウォーズ公開した時の有名なこう絵柄ってありますよね。こうボーンって日劇劇場っておかしいですよね、が映って、でっかい手書きのねスター・ウォーズのこう映画館の看板がある絵があるんですけど、そこで多分ね見たと思うんですよ。で映画見終わってね、親にねスターウォーズ手帳みたいなものをですねねだった覚えがあります。でそれすごい大事にしてたな。なんか X ウィングかタイファイターかなんかの絵が描いてあって、とにかくやっぱり僕今52歳なんですけど、ぶっ飛ばされちゃったんですよね、スターウォーズに。小でこういうおもちゃをですね、それから何歳になっても買い続けてるとか、これあれですよね、X ウィングのパイロットですよね、僕そんなに名称詳しくないんで、違ったらごめんなさいなんですけど、こういうやっぱね、デザインがすごい良かったんですよね。ジョージ・ルーカスっていう人が考えたお話っていうのも面白かったと思うんですけど、やっぱりダース・ベイダーとかストームトゥルーパーとか、ジャバダ・ハットとか、ウーキー、何でしたっけね、チューバッカとかね、ヨーダとか C3PO、R2D2 のデザインっていうのがね、やっぱりその後ずっとマーチャンダイズでものすごく儲けていくっていう有名な話がありますよね。20世紀フォックスがこのスター・ウォーズって映画に乗り気じゃなくて、マーチャンダイジングの権利はいらないって、ルーカスフィルムっていうかジョージ・ルーカスにね渡しちゃったんで、そこからおもちゃとかね、いろんなグッズが売れていって、ルーカスフィルムがもう世界最大のインディペンデントな会社になっていって、その後エピソード1,2,3とか作るときは、ルーカスフィルムで作れたっていう歴史があるんですけど、でそれをねまたディズニーが買い取りましたよね。だからもう作者のものじゃないっていうかね、なんかこの前もターミネーター見に行った時に、久々にね生みの親のジェームス・キャメロンのところに権利戻ってきたのかなんか知らないけど、キャメロンがねリンダ・ハミルトンなんかと一緒に、久々に撮れたりしたんですけど、不思議なもんですよね。やっぱどんどんもう自分の手離れていっちゃって、しかもファンがね熱すぎますからね、スター・ウォーズの場合は。ファンがなんかもうちょっと生死っていうんですかね、正しい歴史って書いて生死と違うとか、いろんな、なんかもう後出しじゃんけんがいっぱいありますよね。
でエピソード9の話すると実は僕まだ見に行ってないんですよ。火曜日見に行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとね映画の趣味が合う友達にもう見てきたっていうんでどうだったって聞いたら全然面白くないって僕の友達が言ってたんで、まあ、大概ね僕と趣味が合う映画の友達がね面白くないって言った場合はですね、確認のために映画館行ってもね本当だってことが多いんですよね。とはいえ、スターウォーズのねもう42年もやってきたシリーズの完結編を劇場で目撃しないわけにいくのかと思うと、一応やっぱ映画館に行っとくべきなのかな。なんかねいろいろとおもちゃもねやっぱ言うてもスターウォーズのものいっぱいありますから、やっぱり今ちょっと揺らいでるんですけど、エピソード8がねすごいつまんなかったんですよ僕的には。なんかもうギリギリね2017年に公開ですよね確か。その間にハンソロの映画もあったりとかしたからややこしいけど、エピソード8は多分日本で最後見れてて、で今ちょうど2年経つんですよ LA に来て。で最後やっぱ日本の映画館で見れたんですけど、なんか最初のアジア人のお姉ちゃんおばちゃんみたいな人のお姉さんが爆弾をなんか利用して自分の身の代わりになんかこうみんなを助けるシーンとかもね、あんまりドキドキしなかったし、あのおばちゃんのフィギュアは買ったんですよ。後でちょっと物撮りしようかな。なんかおばちゃんのおばちゃんつっちゃいけない、ねアジア人の姉ちゃんのちょっとスターウォーズっぽくないなと思って、そういうフィギュアはねなんかちょっとこう三浦淳さんなんかの影響っていうかね、これは後々珍品になっていくだろうなと思ったんで買ったんですけど、でなんかエピソード7から出てきた女性の主人公好きじゃないんですよね。顔が美人さんなんですけど、まあ、前もちょっと褒めたかもしれない、まあ、ちょっと矛盾したことを言ってるかもしれないんですけど、あの人のポスターとか見るとなんかワクワクしないんですよね。でアダムドライバーのカイロレンもなんか、まあ、実は僕はあんまピンときてなくて、でエピソード8でなんかちょっと話を分かってないんですけど、僕そのシスの側のそのパルパティンみたいな人いますよね、あのシスの一番偉い人、あの人がカイロレーンに向かってお前の考えてることは全て思い通しじゃんみたいなこと言うんですけど、あのライトセーバーが電気ついてないライトセーバーが思いっきりそのシスの一番偉い方向いてて、カイロレーンがねちょっと怒った時に電源入れたら思いっきり刺さっちゃうんですよね。ですぐ死んじゃうから、あのパルパティンみたいな人が、ああいうのもあれ心読めたんじゃないかなって言ってたんじゃないのっていうこととか、あとルークとねあのカイロレンが戦うところも、ああいうホログラム使うみたいな、なんかシスってすごい、シスとかジェダイとかすごい超能力者で人の心読めるなんて最初言っといたのに、あんなホログラムも分かんないし、あの岩の上でルークがミューってやってんのもなんかこう本当にそのハリウッドの脚本家が何人も集まって考えた話なのかなみたいなこと思っていて、でなんか実はこれ虚像でしたみたいな、忍者のね分身の術みたいな昔からあるパターンなんですけど、ドクタースリープでもね出てきますよね。はい、そういったわけでまだね、エピソード9を見に行ってないんですけど、やっぱりでも見に行くべきだよな。なんていうかな、12月31日に、映画を見に行こうかなってちょっと思ってるんですよ、1年の終わりに。でね、ちょうどね、そうしちゃうとね、サム・メンデス監督の、1917っていうのがね公開になっちゃっていて、それを見ちゃおうかなと思ってんですよね。でこれはねサム・メンデスって007の、スカイフォールを撮った監督で、
これがねまたあの戦争映画で、ちょっとね長回しとかもすごそうだし、なかなか映像的に IMAX とか使っていて、使ってんのかなちょっとわかんないな、 IMAX のカメラ使ってるかどうかわかんないですけど、あれとごっちゃになっちゃいましたね。あのテネントと、テネントってあの出てこないんですよね名前が。あのテネントはあれですね、クリストファー・ノーランの新作ですね。ノーランの新作がなんかやっぱずっとね IMAX のカメラで撮っていて、なんか劇場行くと結構長尺の、IMAX の予告が見れるっていうんで、すごそうですよね。なんか時間戻す話なのかな。で結構ね、映像が綺麗な作家、映像作家好きなんですよね。でいっぱい YouTube で、映画のレビューする人いるじゃないですか。でね、僕最近ちょっとどうかなと思ったのが、スターウォーズのエピソード9を最速で見てきたっていう、あのテレビに出てるあの有名な映画コメンテーターが、もう劇場を最速日本で見てきて、エピソード9の話を動画でしてるんですけど、一個もねなんか内容の話してないんですよね。だから何が良かったかっていうのはやっぱ語らないと、どうかなと思う。まあ自分で今ちょっとミイラ取りがミイラにならないようにしなきゃなと思っていて、でお話のね話する人いっぱいいるんですけど、この脚本が良かったとか感動したとか泣いたとかいう人いるんだけど、絵作りが綺麗だとか、そういうことを語る人っていうのは意外と少ないんですよね。絵作りのことって語りにくくって、でちょっとね友達と話してたら、やっぱ映像綺麗な映画いいよねなんて話していて、でね映像綺麗ってことでちょっと特化して言えば、テレンス・マリックっていう監督がですね、非常に綺麗なんですよね。でちょっとねちょっとですね、図書館で何本かテレンス・マリックの作品借りて今週見てたんですよ。それでね、新しいテレンス・マリックの映画が結構いいらしいっていうのを町山さんがこの前ラジオで言ってたんで、あそういえばテレンス・マリックのこと探ってないな、ググってないなと思ったら、なんかその町山さんが今公開してるやつの1個前にソング・トゥ・ソングって映画があるんですよ。でこれの前がね、ナイト・オブ・ザ・カップス、違う、カップス・オブ・ザ・ナイトかなどっちか分かんなくなっちゃった。なんかその、1個前のやつと、ソング・トゥ・ソングがね、やっぱすごい似てた。なんかね、役者さんがね、ボソボソっとね、ポエムみたいなね、自分の心情をね、吐白していくんですよ。でそれがね、結構ね、かったるいっちゃかったるいっていうか、もう、ギリギリ映画になってるっていうか、もうこういう映画も映画なのかなと思わせるぐらい、こうなんていうかな、叙情詩っていうか綺麗なイメージだけをつなぎ合わせていて、まあ、これ結構有名なね、ライアン・ゴスリングとかね、誰だっけ、雲女、キス・オブ・ザ・スパイダー・ウーマン、違ったっけな、撮ってる、もう何も出てこないんですよね、あの人の奥さんやばい、何も出てこない、昨日出てきてたのに、マイケル・ファスベンダー、ナタリー・ポートマン、それを言いたいんじゃなくて、ライアン・ゴスリング、ルーニー・マーラーだ、やばいやばいやばい、ルーニー・マーラーは誰と結婚したんだっけってなると、まあマッドマックスの、いや違う違う違う、ジョーカーの人だね、ホアキン・フェニックスの奥さんになったのかな。でソング・トゥ・ソングはね、ちょっとこれ図書館で借りてきたけど、いつかブルーレイとか買おうかなと思ってます。ほいで、昔ねテレンス・マリックが撮った新レッドラインもね戦争映画なんですけど、全然見てなかったんですよねこれ。で昔、井の頭に住んでた頃に、家にねプロジェクターをつけたんですよ。こう幕が下がってきて、でっかい天井にね、プロジェクターの機械つけて、
それを吉祥寺 の専門のお店があって、取り付けてもらった時になんかねおまけでくれたのが新レッドラインの DVD だったんですよ。それもらったのに何十年も見なかったんですよね。でやっとね新レッドライン、まあ、ちょっとね仕事しながらですけど見てみました。でこれもねやっぱねさっき言ったようにねそのポエティックなね心情の吐白をねしながらね進んでいくちょっと内省的な映画でしたね。それでマッドマックスでしょ。最近マッドマックス見直してこれはもうめちゃめちゃ綺麗だけどこれはまあ綺麗なだけじゃなくて面白いですよね。すごいこういうなんか行って帰ってくるだけの映画なのに面白くなるっていうのに、ね、ちょっと今勉強していて、あとねこれなんだっけ It could happen to you っていうねニコラス・ケイジと誰だニコラス・ケイジとブリジット・フォンダブリジット・フォンダ主演でこれロッテリーがニコラス・ケイジの夫妻に当たっちゃうんですよね。これ実話なんですけど、でなんかレストランでね何にも出てこないですね。レストランでウェイトレスやってたこのブリジット・フォンダにねチップ払えないんでこの宝くじちょっとあげるよさ当たっちゃうっていう話なんですよね。で結局、ニコラス・ケイジはなんかね離婚しちゃって、ブリジット・フォンダに心惹かれていくっていう話なんですけど、これ実話だそうです。でニコラス・ケイジはね最近、そのシオン監督東京トライブのそのシオン監督と映画を撮っていて、この前ねたまにねそのさんから LINE が入ってくるんですけど、ニコラス・ケイジと映画を撮り終えましたっていう LINE が来たんで、監督お疲れ様ですとかっていう LINE 返したら、まあ、なぜか返事がないんでね、ちょっと寂しくなって監督いろんな人に多分 LINE 打ってんだろうなと思って、まあ、なんでやねんっていう気持ちが若干あるんですけど、でクリスマスだったんで、まあ、ホームアローン見てないな見よう見ようと思っていて、であと34丁目の奇跡これだから久々に見直してジョン・ヒューズ・プロダクションズっていうかジョン・ヒューズが監督してないけど、まあ、ジョン・ヒューズの脚本と、制作 でこっちはジョン・ヒューズが監督していて何本かねやっぱホリデーシーズンなんでねクリスマス映画を見ようと思ってたんですよね。あとカラテキッドはね日本語の勉強にいいっていうんで何回か見ましたね。これのやっぱねノリユキパッド森田さんもう奇跡に入られましたけどの演技が面白いんですよね。まあ本当にもういろんな人がこすってるからわざわざ僕が今言わなくてもいいんですけどダニエルさんが宮地さんベルトの色は何色ですかって言ったベルトは何ですかって言ったら布でできてますって言った後に J.C. ペリー $3.98 ははははっていうところとかなんかねなんかこう日本の芸人がもうやってんのかな誰かがやっぱこのミスターミヤジミスターミヤギノットミヤジみたいなのをこれやると思うんですよね。でこのミスターミヤどっちなの宮城ノット宮城っていうのを結構後半のもう最後の試合のところまでこのギャグっていうかこすっていくんだけど結構しつこいなと思っていて、で途中でね日本語が混じるのがいいんですよね。ダニエルさんに向かってその宮地さんがダニエルさんノノノ違うみたいななんかのああみたいななんかなんだろうちょっとみたいなちょっと日本語が入っていくのがあれが演技指導があったのか範之パッド森田さんがわざとね下手くそな英語喋ってるのかがちょっと分かんないんですよね。でも、まあ、範之パッド森田さんの多分インタビュー見ればネイティブじゃないイングリッシュで喋ってるのかどうか多分分かるでしょうね、まあ、多分だからあれ素の範之さんに近いんでしょうね。一番有名なのはあれですよね。ダニエルさんメグゼンワクソフメグゼンワクソフワクソンはいワクソフはいみたいなこれがねやっぱねいいんですよね。はい、それで、クリスマスが終わりました。でアメリカはやっぱクリスマスすごい大事にしているんでまあ街中が盛り上がっていくんですけど
ここのとこね、ずっと家で仕事していたんで、あんまりショッピングモールとか行ってないんですよね。だからあんまりその街の喧騒っていうか、ホリデーシーズンの気配をですね、感じてないんですよね。なんて言うんだっけな、ホリデースピリッツみたいなこと言うのかな、このムードみたいなことを。で、今年はね、チキンとかをですね、ここにしました。ウィングストップの、チキンを買ってきてね、家で、いただきました。この袋いいでしょ。こういうね、袋をデザイナーのヨックス君とね、よく話するんですよ。やっぱアメリカのこういう、デザインっていうのはちょっと日本人にできないよねなんつって言っていて、なんとなしにね、捨てられずにちょっと取ってあるんですけど、はい、横もちょっと見てください。こんな感じでございます。どうかな、こういうデザインが好きなんですよね。あとね、カップも取っといちゃっていいですよね。なかなかアメリカでございます。紫なんていう色なかなか選ばないですよね。よいしょ。あとはですね、M1 を見てましたね。先週はミルクボーイっていうグループが、優勝しましたよね。言っちゃっていいのかな。もうさすがに時間経ってますけど、でちょっとね、我々の世代だとミルクっていうブランドがあったんでね、ミルクの男の子版が確かミルクボーイっていうのがあったんで、多分そういった話になったでしょうね、世代的に。ミルクボーイってあのミルクボーイみたいなね。でミルクボーイのネタもコーンフレークのネタも面白かったし、あと YouTube で見るとね、いろんなネタがいっぱいあって、サイゼリアのネタとかも面白いですよね。でまあね、片っぽのお母さんがね、なんか行ったレストランの名前を出せなくて、じゃあ一緒に思い出そうかっつって言って、すごい安いイタリアンだって言うと、それサイゼやんかみたいな話して、いやそれサイゼやっぱちゃうなみたいなのを繰り返していくじゃないですか。で日本にね、何週間か前に帰ってた時に、この前も話しましたけど、松尾清さんと、林剛さんと5、6時間飲んでる時に、最後締めとしてね、神楽坂のロイホ行こうと思ったら、もう結構早い時間閉まっちゃうんですね、最近のロイホって。でその近くにあったサイゼに行ったんですけど、なんか前回の動画で僕、松尾さんの職業のことをなんかこうなかなかうまい言葉言えなくって、でその割には林さんのことをすぐ R&B ライターって言ってしまったんですけど、他のなんかツイッター見てたら、なんだっけな、音楽ジャーナリストって書いてあったかな。あ、そうやって言えばいいんだと思って、まあ音楽ジャーナリストの林剛さんと、音楽プロデューサーなのかな今は軸足の方が、松尾清さんと飲んでる時に、最後やっぱね、サイゼに行ってね、なかなか楽しかったですね。あらで言うともう分かんないですね、もうフィフ超えてるわけだから。まあ林さん40代でしょうけど、そういったね、昔からの友達と、サイゼに行くのはね、なかなか楽しいですね。結構松尾さんもメニュー詳しくって、サイゼので、なんか渋谷のサイゼリアはすごいんですよね、若者のうるささが。ちょっとね、神楽坂のサイゼの方がちょっとやっぱ土地柄若干声のトーンが静かでしたね。やっぱ関西なんでしょうね、サイゼっていうのは。マグドっていうしね、サイゼって3文字で止めとくんでしょうね。日本、東京の人サイゼリアっていうんじゃないかな。
あれ、やか赤、最後分かんなくなるって漫才の中でミルクボーイ言ってましたけど、嫌なんですよね。サイゼリヤなんですって。あと、そうです。それをね、またね、松尾さんになんかね、LINE よくするんですけど、ミルクボーイ面白いですねって言ったらね、ぺこぱとかね、あと、ニューヨークのね、いろんな YouTube 送ってくれましたね、松尾さんが。で、クレーバーとかに街でばったり会ったっていうシチュエーションの、ニューヨークのね、漫才があるんですけど、このシリーズがね、米津玄師さんと、あと、こじはるさんに会うっていうのが、それぞれパターンがあるんですけど、これをね、松尾さんに強く勧められてね、見たらすごい面白かったですね。はい。ということでですね、インターネットがあるとですね、最近のテレビも見れてしまうっていうのがですね、海外に来て英語を覚えようと思っている、ものにとってみたらね、いかがな環境なのかなと思うんですけど、抗えないですね、インターネットのパワーに。自分の意志の弱さなんでしょうけど。やっぱ英語をね、やっぱ覚えようと思ったら、ある程度意識的に、英語を勉強したり聞いたりとかするね、ことをね、受動的に、能動的に、これいつもね、どっちだか分かんないんですよ。自分から進んでやるのは能動的なのかな。受っていうのを受け取るから受動的。なんか能動的っていうのもなんか、まあいいや、だから自分から進んでね、やらないとですね、なかなか英語の耳にもなっていかないんでね。僕がね、最近聞いてるね、ポッドキャストあるんですよ。でね、最初のうちはハパ英会話とか、ハパ英会話はね、もうクラシックなんでずっと聞いてるし、バイリンガールさん。バイリンガールさん、どんどんセレブになっていっちゃって、あんまり英語をチャンネルで YouTube の方で教えなくなっちゃったんですけど、ハパ英会話の方は、YouTube と、ポッドキャストで、ね、内容が違うんで、両方聞いたり見たりしてるんですけど、どんどんね、YouTube もポッドキャストも、ネイティブのアメリカ人がもう一切日本語を使わずに、もう 100% 英語だけで、喋ってるやつに移行した方がいいらしいんですよね。やっぱ英語の耳になるためには。で、やっぱりね、聞き取ろうとする努力みたいなね、気持ちが大事らしいんですけど、その中でね、最近気に入って聞いてるのがですね、オールイヤーズイングリッシュだったっけな。ちょっとね、お姉ちゃん2人出てきてね、ぺちゃくちゃね、喋るんですけどね、結構うるさいんですよね。うるさいんですけど、ある程度ね、なんかやっぱ聞き取りやすいように喋ってくれてるのかな。でもやっぱりネイティブ英語を話していて、それをね、どうにか聞き取りたいなと思ってるんですよね。で、それね、毎日お風呂に入りながらね、ほぼ毎日更新するのかな、オールイヤーズイングリッシュって。なんだっけ、はい、ジェシカ、 How's it going? みたいなとこが始まるんですけど、すごい多いのが、受け答えで Definitely Definitely っていうのが多いんですよね。で、僕もこっちでそのアメリカ人の友達ができて、やっぱね、受け答えがすごい難しいんですよ。で、それね、教えてくれない YouTuber の英語の先生もいたりするんで、 Hey, how's it going? みたいなこと言われた時に、good, good って言うべきなのか、I'm good って言うべきなのか、ちょっと分かんないんですよね。で、トレジョンみたいなスーパー行っても、ちょっとしたね、スモールチャットみたいなのあるんですよ。どうなの?みたいな、最近。で、金曜のね、夕方あたり行ったら、今日の最終目的地はここなの?みたいなこと聞かれたんですよ。要するに、もう、この後家帰るだけなの?みたいな感じのこと聞かれて、イエスイエスみたいなこと言っちゃったんだけど、本当はこの後ジム行くのになと思ったんだけど、どこまでね、要するにそのグロッサリーストアの店員の兄ちゃんにね、聞かれたことを答えるんだろうと思っちゃう時あるんですよ。っていうのは、この後もう家に帰るだけがいいみたいなこと聞かれないでしょ。日本のスーパーで、稲毛屋とかそういうところで、サミットとか稲毛屋で、この後もうご自宅にお帰りですかみたいなこと聞かれた日本人で、なんかプライベート入ってきたなと思いますよね。
で、いや実は小学校の時の恩師でね、もう20年ぐらい会ってなかったんですが、急にぽっくり死んじゃったんで、このあと新潟に帰るんですよみたいな話しないですよね。だからまあ多分ジムぐらいはね、いやこのあと I'm heading to the gym みたいなことはね言えたんでしょうけど、なんかねやっぱ日本人の血が残ってんのかね、まあ、日本人の血が残ってるって日本人ですよ、なんか別にそんなこと教えたくないなって気持ちも半分あるんですよね。あと今日どうなのみたいな、 How's it going? とかね、 Hey, what's up? とかって言われて、いや今日最悪だよ、死にたい気分だよみたいなこと言うんですかね。なんだろう、すごいネガティブな漫画家の映画ありますよね。役者の名前か映画のタイトル言おうと思ったんだけど両方とも出てこないわ。であれに出てた人なんですよ、俺の大好きなサイドウェイズに出てる役者さん、イタリア人っぽい名前、ジョージ・ペタジーニみたいな風刺漫画家さんの映画、あの人すごい後ろ向きだったんで、確かスーパーとか行った時にそういう悪態ついたような気がするんですよね。いやもう死にたい気分だよみたいなこと言ったような気がするんで、あの映画見直してみようかな。もうでもこの時点で映画好きな人はあれでしょっていう、でそういうのコメント欄にちょっと書いてほしいですねお願いします。本当にね、世知辛い世の中になってきちゃって、本が売れないって言われて久しいんですけども、もうずっと創刊の前からお世話になってた陽性者がね、映画秘宝っていう雑誌、もう日本一売れてる映画雑誌なんですけど出していたのが、陽性者っていう母体がですね、宝島社にね吸収合併されちゃったのに伴ってですね、一回、映画秘宝が休刊になっちゃうということでですね、毎年ねこの季節にはですね年間の映画ベスト10っていうのをですね、集計してっていうか自分の中でまとめて映画秘宝の編集部に送るっていう作業をねもう10年以上やってたんですよね。でちょっとねツイッターでも書いたんですけども、僕のね2個目の連載っていうのが、ね、魂列車っていうのがあって、でマイク・スミスさんっていうね、フラミングスタジオにいらっしゃったねデザイナーがですね、まあ、この日本人の方なんですけど、マイクさんがね最初の文福茶釜大魔王に続いて2冊目の、魂列車もねすげえファンキーな本をね、まあ、もう本当にマイクさんは僕のそのソウルミュージックとかの師匠なんですけど、デザインしてくれて、で陽性者のね田辺さんっていうねもう本当に町山さんと、一緒に立ち上げたね編集者、田辺さんが、魂列車を、ね、陽性者で出してくれたんですよ、僕の2冊目の単行本なんですけど。最初の文福茶釜大魔王は、宝島社にいたね増渕さんと編集者がですね BNN っていう出版社から、出してくれました。で続いての魂列車は、田辺さんがですね、現代指定帳っていう会社にいてね、寺山修司のね本を作ってる時に仕事を頼まれたんですよね。で寺山さんのお仕事がご縁で出会って銀座で会ったのかな、すごい、礼儀正しい人だなと思って仲良くなっていったんですけど、その、田辺さんが陽性者に移られて、で、映画秘宝を作っていく流れになるんですけど、映画秘宝を立ち上げた時に表紙がねマイクさんなのはね、多分魂列車僕の単行本をやった流れもあるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。だそれ以来何年だろう、何年続いたんでしょうね、20年近く続いたのかな映画秘宝って。ずっと20年間僕映画を選んでんのかな、なんかご縁があって本当に田辺さんは不義理をしてすいませんとかっていう言葉を僕に教えてくれたんだけど、義理がたい人で、でだからそのシオン監督もすごい早い段階で田辺さんが会わせてくださって、確かねタランティーノの2作目をね銀座の試写でね田辺さん連れてってもらったのかな。田辺さんがね
あのタランティーノが登場した時にね、サンタさんぜひ見てくださいって電話で熱く言われたんですよ。でレザーボアドックスを見に行って、見に行ってっていうか、まあレンタルになってましたね、その時は。すげえ映画だなってぶっ飛ばされて、で、2作目があるんでね、あの試写連れてってくれた時に、なんか映像作家とか映画監督のそのシオンさんですって紹介されてね、東京ガガガとかやられてますって言われて、すげえアンダーグラウンドな匂いのするおじさんっていうか、もう僕とそんな年変わらないですけど、あでも10ぐらいは上なのかな、そのさんの方が。ちょっとなかなか計算できないおじさんだぞと思ってちょっと警戒してたのをですね、やっぱね東京トライブ撮っていただくご縁になって久々に再会して、あの対談とかした時にそのことを指摘されてましたね、そのさんに。まあ、サンさん昔はちょっともうちょっとこうピリッとしてましたねみたいな、ちょっと 怖かったっていうか、なんかちょっとトゲがありましたね僕もね。あのでそういう、要するに寺山修司、映画秘宝田辺さんとつながって、そのシオン監督で、また千葉プロデューサー、日活の千葉プロデューサーも田辺さんとかそのさんとずっとつながってる方なんで、なんかそこら辺がこう同じような匂いのする方と出会ってですね、東京トライブっていう、ライブアクションムービーが出来上がったんですけど、その時にねやっぱ感動したのが、田辺さんがねやっぱムック作ってくれたんですよね、あの映画秘宝の別冊で、あの東京トライブとギャングスター映画ムービーの世界みたいな本作ってくれたんですけど、ああいうとこにねやっぱ義理がたいっていうか、まあ、もちろん田辺さんってもうそのさんとずっとその、あまた止まっちゃってんな、いや止まってないか、そのさんとあのブルース・リーのなんかね、あのパロディみたいな映画撮ってる時も一緒に映画作りをやってたの同胞なんでね、それで僕とのご縁も感じてくださったのかね、まあ田辺さんにしてみれば古くからのその同志がですね、くっついて映画を撮ったっていうことで多分喜んでくださったと思うんですよね。これちゃんと撮れてるかな、撮れてる。ほいで最近田辺さんがねよくツイッターでね、牛蜜の村の動画アップして、今に見ておるでございますよみたいなね、ちょっと間違ってたら田辺さんごめんなさいなんですけど、そういうセリフがあるんですよね。でね、この前東京帰った時にコンさんに、映画プロデューサーの松竹の奥山さんの、春日大志さんがね、作られた本をねいただいたんですよね。で今読んでんですけど、ちょうどね牛蜜の村のあたりの下り読んでるんですけど、面白いですね。というのも、あの僕もね、ワルの後にね2本ぐらい連載をね準備してるんですよ。ちょっと大きい声で言えないですけど、それがね、ワルの後にやる漫画っていうのが、まあ、今に見ておるでございますっていう系統のね、漫画をねここ 1,2 年ぐらいね着想をね頭の中に得てですね、膨らましてるんですけど、ちょっとね牛蜜の村見なきゃいけないなと思って、ここに、ライトを2つつけてですね、八つ墓村を横溝正史ってでも小説家ですよね。でそれをだから実際にあった事件を一回八つ墓村にして、その後に牛蜜の村に西村のぞみさんだっけなっていう小説家がしたのを、奥村プロデューサーが映画化したいって動き回った作品らしいんですよね。はい、あと最近っていうか、まあ、2019年を振り返るっていうか、これいつアップするんだろう、2019年以内にアップできたら、まあ、2019年を振り返るでもいいと思うんですけど、2020年に入ってたらねちょっとおかしな具合になっちゃいますよね。2019年はね、茶道っていうね、あの田中克樹さんが書いた漫画僕好きなんですけど、それがあのテレ東でドラマ化されて、それ見てましたね、面白かった。まあ日本の映画とかドラマばっかり見てるんじゃないかって話になっちゃうんですけど、ほいで昨日かなスペシャルやったんですよ、茶道スペシャル。それ午後4時からやってたんでちょっと見たんですよね、北海道編で。で、あの富良野の話が出てきたりとかして、ルールルールルーとか、まだ子供が倒れてるでしょうかみたいなこれ似てないです、あの役者さん磯村さんっていうのかな、似てたな、なんか田中
田中邦衛さんのモノマネがすごい有名なんですよね、僕ら世代の中で。そのラーメンかなんかた、あの閉店間際のね、中華屋で食ってて、もう早く店閉じたいラーメン屋さんが、お椀持って帰ろうとしたら、お父さん切れちゃってね、田中邦衛が。まだ子供が食べてるでしょうか、みたいなこと言うんですよね。あそこら辺のクラシック何個かやってて、で、音楽の権利上、北の国からの音盤が使えないのか、茶道の音楽のちょっとアレンジしてましたね。北の国風に。ちょっと面白かったですね。スペシャルがあったんで、シーズン2にちょっと期待したいですよね。なんかこの前ほら、東京帰った時に、このね、サンタスティックウェアを作ってくれてる、錦糸町のグッドフェローって会社があるんですけど、めっちゃもうお世話になっていて、もういつも帰ると、そっちの錦糸町の方に呼んでいただいて、すごい美味しいご飯をいただくんですけど、この前はね、ちょっと取材でホルモン屋取りたいってことで、初代吉田ホルモンっていうね、お店の社長さん、吉田さんとね、仲良くさせていただいて、めっちゃ美味しいんですよ、ホルモンが。ちょっとさっき「マンダロリアン」の話仕掛けたんですけど、西部劇なんですよね、「マンダロリアン」で。で監督っていうか、まあ制作総指揮、全部の監督ではないんですけど、僕の好きな監督なんですよね。シェフとかをですね、監督しているジョン・ファブロー、合ってますよね、ジョン・ファブローが、やってるんですよね。でジョン・ファブローは昔ね、なんだっけ、ラスベガスに恋で振られちゃった友人を励ましに行く映画を撮っていて、撮ってんのかな、あれ役者だけかな、スウィンガーズって映画がね、結構いいんですけど、だからもともとはね、そのインディペンデントな雰囲気も持ってる人なんですよね。ただ一番有名なのはアイアンマンの監督したで、その後喧嘩して、まあ、大きいスタジオと揉めてアイアンマン降りちゃうんで、その時の経験をシェフっていうね、雇われシェフっていうか、オーナーシェフとシェフが、オーナーシェフじゃないや、オーナー、レストランのオーナーとシェフが喧嘩しちゃって、辞めてフードトラックやるっていう話をね、自分で演じてるんですけど、でこれはまあ気に入ってんのかね、ネットフリックスでもノリを、フードトラックのノリを続けてますよね。アジア人のシェフの人と一緒にいろんな料理作ったりしてますけど。でアイアンマンもジョン・ファブローはあって、役者としてはハッピーっていうのは、マーベル・シネマティック・ユニバースでやられてますよね。だからまあメジャーもいけるし、まあなんかマイナーっぽいインディペンデントなのもいけるしってんで、はい。でまあ「マンダロリアン」っていうとですね、もうね、まだね、見れてない人もネットの方でベビーヨーダのね、姿を見た人はいると思うんですけども、可愛いんですよ、ベビーヨーダが。でその2人の旅になっていくんでね、これ小池一夫の、子連れ狼なんじゃねえかなって、西部劇プラス、子連れ狼なんじゃないかななんてちょっと予想しております。ということでね、ちょっと長々と喋ってきましたけど、今回のようなね、ちょっとね、ダラダラトーク動画が面白いって思った方はですね、いいね、よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよかったら、これ言うの恥ずかしいですけどね、お願いします。ということでね、これがまた、いいって言ってくださる人がいたら、ちょっとね、ダラダラしゃべりしていきたいと思いますんで、じゃあまた次回です。バイビー、ABC や、良いお年を、&明けましておめでとうございます。